ヨギウォーWeリーグ最終節です。野島ステラ対広島のゲームです。まず前半10分です。広島ここ中島吉野が奪って右足のシュート、広島が先制します。中島吉野遠目から決めてきました。ビルドアップつなごうというところを奪って左隅に決めていきました。4試合ぶり7ゴール目を決めている中島吉野です。チームトップの7ゴール目を決めました。27分です。野島ステラ、ふわっと浮いた杉田のここクロスヘッドで落として浜田メグのシュート、少しバイシクル気味にこのヘッドで落としたボールを浜田胸トラップから狙っていきましたが枠の上でした。0対1広島リードで後半へ折り返します。59分、広島左サイドバック島袋の左足遠目から強烈なシュートを狙ってきました。島袋浪江です。62分広島のシーン、コーナーキックからゴールキーパー弾いたところを滝沢のシュート、滝沢知世2試合ぶり3ゴール目です。ここ小屋が落として滝沢でした。小川のコーナーキック、一度ゴールキーパー弾いたんですが滝沢の右足突き刺さりました。2点にリードを広げました広島。81分野島ステラのシーンです。左からクロスヘッドこぼれに最後中央平野のシュートでした。ただここは枠外れていきました。87分です。野島ステラ、藤原シュート打ちますがブロック、最後は石田千尋のシュートでした。ヨギボーウィーリーグ第22節、野島ステラ対広島の試合は0対2、広島が勝利しました。